はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は新しいガチャ暗黒皇帝ギークリムゾンが実装されましたので、こちらの性能解説、性能評価していきたいなと思います。まあ、いつも通りまとめに関しては最後にね、やっていきたいと思いますので、ちょっとその間のね、詳しい説明とかちょっと見るのめんどくさいって方はね、最後まで飛ばしていただいて全然構いませんので、まあ、そういった感じで一つずつね、じっくり解説していこうかなと思います。で、まあ、ギーについてはね、まあ、性能見ましたが、まあ、だいぶちょっと評価に悩む感じの、まあ、性能ではありますよね。これは多分ね、人によってだいぶそのやっぱり重きをね、置くポイントが変わってくるので、評価分かれるところだと思うんですけど、まあ、僕なりの評価ということでちょっと見ていきたいと思います。まずですね、まあ、ギーのステータス、これはまあかなりいいステータスしてますね。物理攻撃型で攻撃成長型ということになってて、攻撃力3280まで伸びる。まあ、ちょっと防御力低めっていうところがあるんですけどね、まあ、攻撃力高めな分はね、戦闘キャラ、このゲームのシステム的に、まあ、できれば早ければ早いほど、短いターンでクリアできればできるほど、その、まあ、得点、さまざまなミッションの報酬だったりね、それから早く倒せるってことは火ダメも下がるということなので、武勇祭に関しても、まあ、圧倒的に有利なんだよね。結局火ダメのコスト、火ダメのね、スコアか、火ダメのスコアを良くしたいっていうんだったら、もう1ターンでも2ターンでもなるべく早く倒すのが結局一番ベストな答えなんだよねっていうところも考えても、やっぱり支援キャラとしても使えるこの攻撃力高めのキャラっていうのは非常にありがたいというところです。はい、で、生産力については、まあ、全ての星5キャラ一緒なので、この辺は別にいいでしょう。はい、で、気になる問題のになってくるのはこの辺だよね。奥義、スキル関係ということですが、まず奥義、敵全体に通常ダメージの 290% の非属性物理攻撃、これがね、まあ、全体攻撃なんですよ。全体攻撃、ただ、まあ、ギーのね、まあ、これから読んでいくこのスキル内容を、まあ、読む時点で、このギーがね、どういったタイプのキャラクターかっていうのはバフデバッファーなんだよね、どちらかというと。なんかその自分自身で、まあ、火力を出してね、バフ、自分に対して攻撃バフとかっていうタイプじゃなくて、まあ味方全体のね、有利に動かす、火力を出すような働きをするようなキャラクターになっているので、こうして見ると、まあ、全体奥義でも一応そのなんだろうな、属性関係なくギーを場に出してスキルだけ発動させてまた控えに戻すっていう戦い方が、まあ、メインになってくると思うので、この全体奥義っていうところも、この今回のこのギーに関してはそこまでデメリットにはならない感じはあるよね。単純にその全体奥義っていうと、やっぱり火力が低いっていうイメージで、あと正当戦ね、今回超絶級が実装されましたけど、そのね、やっぱり単体で出てくる敵が、単体で出てくるボスっていうところで、ちょっとね、単純に火力が低い奥義っていうことになってしまうし、あと武勇祭だね、武勇祭についても、まあ、やっぱり、まあ、次回の武勇祭どうなるかわからないけど、ここまでの武勇祭全てボスが単体で出てきてるっていうところもあって、あんまり活躍の場がないんだよね、結局。うん、というところで、まあ、あまり奥義に関しては評価は高くないという感じです。で、まあ、ここからですよ。まあ、先ほどもちらっと言った通りね、この戦闘スキルについてじゃあどうかって行くと、これがね、まあなかなか評価難しいところにやってくる。敵全体の1ターン 80% の確率で防御力上昇封印状態にする。これレベルマックスにすると 100% の確率になります。うん、で、この防御力上昇封印状態っていうのは現状このギーだけしかできないんですよ。なんで、代わりのキャラがいないっていうことで、今後ね、まあ、一番可能性があるところで言うと、次回の武勇祭で防御力アップのボスが出てくる。多分これほぼ確定だと思うんだけど、多分防御力アップのボスが出てくると思うんで、そういったね、敵に対してこの防御力上昇封印して、まあ、火力を出しやすくするという流れになってくると思うんだよね。なんですけど、これね、次回のその武勇祭の時はわからないけど、その他のね、ボス、まあ、正当戦もそうだし、日向とかね、そういったキャラとか、まあ、あるいは、連戦連磨に出てくるね、ボスキャラもそうなんですけど、防御力アップとガード率アップを大体同時にやってくるんだよね。防御力アップだけを単品でやってくる敵キャラってあんまりいないので、そう考えると、結局防御力アップをね、
封じたとしてもガード率が上がってるから結局ダメージ出しにくいんですよ。その状態は変わらないので、やっぱりそのガード率が上がってる状況よりかはその別のターン、もうガード率アップとかね、防衛力アップが完全に解けたターンに一気に火力を出して倒すみたいな、そんな立ち回りの方が結局現実的なところではあるんだよね。この防衛力上昇封印とガード率上昇封印が両方できればやばかった、性能的にね、まあこれはもう必須だろうと、人権レベルだろっていう話になったと思うんだけど、ちょっとこれ片方だけだからね、なんとも、まあ少なくとも次回のおそらく武勇祭では特攻キャラとして、まあ、扱われるでしょうというところなんで、まあそれだけ見てもね、武勇祭に命かけてる人、ガチ勢、武勇祭ガチ勢の方はもうこの時点で引くしかないような感じはあるんですけどね。で、もう一つのスキルの方、こちらもまあ結構強めなんだよね。こっちも結構強めで、まあ奥義発動後のダメージ威力を一旦 40% アップ、敵全体の回心耐性一旦 20% ダウン。で、これレベルマックスにすると奥義の発動後のダメージが、50% アップまで伸びるということになっているので、まあ、両方含めるとだいぶね、強めだなっていうのが、まあ、見えるんですけど、ただこれね、微妙に噛み合ってなかったりするんだよね。この義自身では。奥義の発動後のダメージ威力と回心だからね、回心また別のカテゴリーになってくるので、このギーのスキルとは別にまた回心バフ、回心率を高くするね、例えば今回ちょうど出てる正月のミリム、まあそれと組み合わせろってまあ案に言ってるように見えるけどね、まあそんな感じなんでしょうけど、そうミリムと組み合わせてあげたりとかね、ゴブタのね回心力アップとかと併用してあげるとさらに火力が上乗せで出せるよっていう組み合わせにしてるんでしょうけど、まあなかなかねこれがどうなんだろうねっていうところがあって、単純に奥義の発動痕のその倍率で見ればね、風ミリムとかそれからベルドラみたいなね、 60% アップのキャラにはやっぱり負けてしまうっていうところもあるし、回心耐性っていうと一応星4キャラのホビオかな、もう 25% デバフできるんですよ。でコストも割とね、まあさすがに軽め、まあこっちは奥義の発動痕の威力アップバフも乗っかってるから、その分スキルコストが重め、残るマックスにしても55っていう感じに なってるんですけど、なのでね、正直このスキル2に関しては一応代用が効く、そういう意味では風ミリムだったり、星4のホビーをね一緒に使えば代用できるし、まあ、ちょっとねその風ミリムとホビオのスキル使うとスキルコストがべらぼうに重くなるっていう欠点はまあ当然あるので、この2つくっついてるギーのスキルを使うとかっていう手も全然あると思う。まあ、どちらにしてもやっぱスキルコストが重めで、まあ、風ミリムと、ね、一緒に併用したとしても110必要なんだよね。なんで少なくとももうスキルコストの、ね、上限アップした状態じゃないと使えないしっていうところで、だいぶ制約が多かったりっていう感じが一応しますよね。まあ強いけどね、全然強いんだけど。で次はキャラクター特性。こちらが戦闘キャラ3体以上編成し出撃した場合、3ターン経過ごとに加護ゲージ4アップ、支援編成でも発動可能ということで、これがねまあ弱くはないんですよ。弱くはないんだけど、他にもう戦闘開始直後に、まあ出撃した時だね、もう加護ゲージをアップするっていう特性持ってるキャラもいるので、まあこれはターンがね増えれば増えるほど、ターン経過が長いほど加護ゲージが増えて恩恵があるよっていうタイプなんですけど、ちょっとこのゲームのシステムとしてはやっぱりミスマッチ、さっきの奥義の話でも言いましたけど、そんなに戦闘時間戦闘ターンを長引かせるゲームではないので、どちらかというとできるだけ早めにねクリアしたい、討伐したいっていうゲームになっているので、それを考えるとちょっとこれ使いにくいかなと。であとこのキャラをね出していないといけないっていうこともありますので、そうメインに出して いないとね発動しないというところもあって、ちょっとねこのギーに関しては使いにくい。ギーどちらかっていうとこのバフの目的に出したり引っ込めたりするタイプのキャラだと思うので、あんまりキャラクター特性としては合ってないんじゃないかなとは思うんですよね。まあ支援キャラの場合だったら別にいいんだけど、はい。とまあそんな感じでまとめいきたいと思います。まあステータスはまず優秀で、まあ奥義の全体奥義に関してはちょっと残念だけど、目的がねやっぱギー使う目的で
で言うと 100% スキル目的で入れると思うんだよね。この現状唯一無二の防御力上昇封印状態、あるいは奥義バフとかね、奥義バフ会心耐性デバフ、これ目的で入れることになると思うので、基本的には義自体が全体奥義使うことはあまりないんじゃないかなと思うので、この辺は別にどうでもいい。ということで義に関してはこのスキルを皆さんがどう思うかっていうところが一番のポイントになってくる。ただ今現状のね、今あの実装されているクエストでは特にこのギーがいてもいなくても正直困ることがないんですよね。一応会心バフに関しては他のキャラでも代用できるし、防御力上昇封印状態に関しても正直なくても今のところやっていける。で今回実装された超絶正当性の超絶に関しても別にギーを使わなくても勝ててしまったので、それを考えると今現状では特に必要性は感じないというところ。だからこれが今後だよね、ガード率アップがなくて単純に防御力上昇のねバフをね頻発してくるような敵に関してはこのギーがいるかどうかでだいぶ難易度が変わってきそうなところもあるんで、その未来に実装される、将来実装されるかもしれないダンジョンクエストのために、まあ、このギーを引くかどうかっていう話になってくると思う。少なくとも次回のね武勇祭に関しては間違いなく特攻キャラに扱われると思うので、まあ、武勇祭始まってからでもいいけどね、まあ、そんな感じで皆さんの必要度に応じて、まあ、引けばいいんじゃないかなとは思います。ただ一応ねこれ迷ってるレベルだったら正直引かなくても別に困らないと思うので、うん、またねこのキャラだけじゃないと思うんですよ。防御力上昇封印状態にできるキャラ、今現状だとギーしかいないけど、またゆくゆく出てくるとも思うので、まあ、そういった時に狙っていくっていうのも手だと思います。はい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。